皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するカップ麺は明星マタドール闘牛士ダブル監修富山ブラック風牛混ぜそばです。牛にこだわる名店の人気メニューがダブルコラボ。濃厚な醤油のコクとブラックペッパーの刺激。闘牛士は東京北千住の牛骨ラーメンで有名なマタドールが月曜のみ当店にて営業する混ぜそば専門店です。牛脂を使用した特徴のある混ぜそばが人気のお店で、マタドール同様メディアに多数取り上げられています。2018年、2019年に闘牛士監修商品を発売しご好評いただきました。今回の新商品は闘牛士とその母体であるマタドールのダブル監修による唯一無二のメニューです。マタドールの人気メニュー BB ラーメン、マタドール流富山ブラックラーメンと闘牛士の旨塩混ぜそばがコラボレーションしたカップ麺オリジナルメニューです。濃厚醤油のコクとブラックペッパーの刺激が特徴のソースに、もちもちの極太麺が相性抜群の牛にこだわった2つの名店が生み出したオリジナリティあふれる富山ブラックの味わいの混ぜそばです。商品の特徴、麺、明星の製麺技術を生かした太さと厚みのあるもちもちとした食感の食べ応えある極太麺です。ソース、濃厚な醤油のコクとブラックペッパーの刺激に牛脂の旨味がマッチした唯一無二の味わいのソースです。かやく、牛肉チップ、キャベツの組み合わせです。後乗せかやく、粒の大きさの違う2種類のブラックペッパーと小ネギを振りかけて仕上げます。食べてみた感想、ほぼ真っ黒なソースを混ぜると全体が濃い茶色になりました。麺はもっちりとしていて噛み応え抜群の太麺。シーズニングの爽やかな旨味と濃いソースと一緒にすれば、こってりとした牛脂の旨味がふんわりと広がります。見た目は味が濃そうですが、食べてみるとそれほど辛くはなく、バランスの取れた美味しさとなっています。なかなかインパクトのある味わいではありますが、極端に奇抜な味付けではなく、落ち着いて美味しくいただけました。こってりタイプながら後味はすっきり、胃もたれもありません。これはおすすめの一杯です。牛にこだわる名店の人気メニューがダブルコラボ。濃厚な醤油のコクとブラックペッパーの刺激。本日は明星マタドール闘牛士ダブル監修富山ブラック風牛混ぜそばを紹介しました。田中恵美里でした。